にょー、猫ハゲにゃー。たまんなこに来てるにゃー。今から、この先の、たまんなこインターチェンジサービスエリアの、スターバックスでコーヒーを飲むに行くぞにゃー。このコーヒーを飲むとこ、お前らに、バリバリに見せつけてやるから、見とけよにゃー。そのために、見せつけるために、ここまで来たにゃー。船が、行くにゃー。にゃん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 にゃーん。行くぞにゃーん。ここまで来たぞにゃーん。目的地はもうちょっと先にゃーん。急ぐぞにゃーん。ご視聴ありがとうございます。楽しいノブビューチャンネルのノブビューオハラのオハラです。この回はですね、猫ハゲがですね、まあ私がやってるんですけど、猫ハゲも、私がですね、浜名湖サービスエリアのスターバックスに、コーヒーを飲みに行くっていうことをやってます。そういう動画です。それでこの間をですね、なんでこのナレーションに入れてるかっていうとですね、ドコモのスマホで、スマホのアプリで、ボイスレコーダーって入れて、それで撮ったんですけれども、かなり音が小さいんで、撮れてるないことはなかったんですけども、使えないなってことで、今、ナレーションを入れてます。ナレーション入れなくても、このカメラの方でも撮ってるんですけども、カメラの方はケースで囲っちゃってるんで、かなり音が小さいです。音が小さくて、まあ、それでも、ニャーとか言いながら撮ってる、言ってるんですけども、いいニャーとか言ってるんですけども、それでも声が小さいんで、ナレーション入れることにしました。今ですね、天竜浜名湖鉄道線の、踏切を渡ってですね、今これってサービスエリアに向かうところです。なんでこれ喋ってこれ大事そうにこれ、この動画入れてるかっていうと、まあ浜名湖一周をですね、自転車でやられる方は、こそこのとこまでわかんない、パッと来るとわかんないと思うんですよ。特にサービスエリアに、こういうとこがあって自転車で入っていけるっていうことが。今回ですね、この駐輪場にこの自転車をですね、鉄棒みたいな駐輪場があって、そこに引っ掛けておいたらですね、すぐ落っこってですね、落っこちましたよって、倒れました、自転車倒れちゃいましたよって言いに来てくださった方がいるんですけども、その方ちょっと話聞いたら、沼津から浜松まで自動車で来て、それで自動車をですね、そこにも自動車でも行けるんですけれども、自動車で、インターチェンジ入らなくても外からでも行けるんですけれども、外からの行って、多分自動車でそこの駐車場に止めて、そこに止めて、自転車を車から出して、それで浜名湖一周してたみたいなんですけども、そういうこともできるんで、まあ、そういうことも情報として、浜名湖一周来る方の参考になればなと思うものですから、こうやってナレーション入れて、この動画もですね、この部分の動画も、ちゃんと付け加えることにしました。12分ぐらいあるんで、ここの部分がこれ結構長いなと思うんで、自転車とか浜名湖一周とか興味ないよとかっていう方はもう差し飛ばしていただいて結構です。スマホのアプリのボイスレコーダーで撮るっていうことも、今回これで2回目だったんですけども、まあ、この前日やって、まあ、チェックせずにどういう状態で撮れてるかってチェックせずに、また2日目もそれで撮ってみようってことでやってるんで、まだ確かめてなくて、使えるかどうかって分かんなかったんですけども、それでやったんですけども、カメラもですね、カメラの位置もですね、もうちょっとこの、ハンドルばっか映してるんじゃなくて、前方が見えるような撮り方にしなきゃいけなかったなって、ちょっと今反省してます。これ手で上げたりしてますね、多分。首からですね、サコッシュってあるじゃないですか。あれを一番短い紐の長さにしてかけて、その中にボイスレコーダーと、ウェアラブルカメラ、アクションカメラをですね、そこにクリップで挟げて撮ってるんですけども、今ちょっと前見えましたけども、自分の体が起きたってことかな。それで前方を撮れてるんですけども、横道に入るんですよ。横道に入って行くと、横道入ってもこれ、交通量多いですね。これなんか抜け道になってるんですよね、多分。さあ、浜名湖さ、東名沿いにちょっと行けるっていう、東名沿いにちょっと走れる裏道っていうか、そういう風になってるんじゃないかなと思います。こう、自転車って書いてありますね。なってますから、ここ行ってですね、
これでちょっと右に曲がると、浜名湖サービスエリアのこの駐輪場とかに入っていけるところがあります。駐輪場でそこからまた駐輪場に自転車止めて、浜名湖サービスエリア内の施設に入っていくことができます。お土産物だとか食べ物とか、ここですね、ここを右に曲がっていくと、この上が浜名湖東名ですね、東名の、通り道になっていると思います。ここを行ってですね、行くともう浜名湖の景色がすごくいいですよね。ここからちょっと映ってないと思うんですけど、残念だなって思いますけれども映ってないです。ここをですね、ちょっと坂になってるんですけど登ってきます。ここに来るのもですね、3度目か4度目ぐらいですよね。ちょっと分かっちゃったぞっていう感じで登ってるんですけど、ちょっと坂きついんで、この自転車だと。ちょっとチェンジをこの坂に入る前に、一番軽い方に落としとけばよかったかなって思うんだけど、思ったんですけど、それができなくて、途中から歩いていきますね。こうやって車が止まってるのとこもなんとなく見えてると思うんですけども、車も、そんなに駐車スペースないですけど、それでも結構車止められますね。この坂の下の方から、途中からって言った方がいいのかな、坂の途中ぐらいから、そっちのサービスエリアのそこの裏の入り口のところまで、駐輪場、駐車場、駐輪場というか駐車場があります。えっちらおちら登ってってますね。こんな感じです、駐車場。こっから歩いてきますね。結構止まってるでしょ、車。もしかしたら従業員の車、ここで働いてらっしゃる方たちの車かもしれないですけれども、車も止まってるんじゃないかなと思うんですけれども、車も入っていって、どうなのかな、中の施設を利用したりするんでしょうね。飲食店とかありますんで、飲食店、土産物や、それから景色がいいですよね。すごく景色がいいですよね。なんか恋人のなんたらかんだらっていうのがついてたんですけど、ここです。フラットパークってとこですね。これをまださらにこの坂を登っていきます。書いてあるでしょ、お客様駐車場って。他の動画で言ってますけれど、言ったんですけども、浜名湖一周ですね、自転車で来てもですね、こうなんとなくその個人の個人経営とか、なんかお店に入ってっていうのがですね、フードコートみたいなとことか、気楽に入れるような、気楽にその利用できるようなとこってそんなにないんで、ここぐらいかなって思うんですけど、ここのこともですね、知ってると知ってないとではですね、かなり浜名湖一周自転車で来て、楽しみが違うんじゃないかなと思いますね。ここもだけど、駐輪場がですね、外なんで、外、その施設の外に止めてってことになるんで、目を離すことになるんで、そこのところがちょっと問題ありとか考えた方がいいのかなって、思いますけれども、どうだろう。あんまり、軽々しくそんな大丈夫だよなんて言えないですけど、言えないもんですから、ってちょっと濁しておきますけれども、そんな感じですね。高いロードバイク乗ってらっしゃる方は、自分の目に留まるところに自転車がないと、ちょっと不安なんじゃないかなって思いますね。私のは今回、かけといて落っこちましたし、大丈夫かっていうか、これを盗んでいく人いないこともないだろうけど、盗んでっていいよみたいな感じでは置いてかないですから、鍵をちゃんとかけてきますから、ということですね。そんなにこの自転車欲しがる人はいないんじゃないかなとも思いますけれども、私のは。高いGロードバイクだと、やっぱり盗難にあったりするってことありますからね。ちょっと見えてきましたけれども、ここにバイクが止まってて、ここの自転、ここですね。この、鉄棒ですね。鉄棒に引っ掛けていくっていうふうになってるんで、鉄棒に引っ掛けなきゃと思って引っ掛けたんですけども、あとですね、この、もう一台横に止まってるんですけど、左側に止まってるんですけれども、
その方が落ちましたよって、その方はどこにいたのかっていうと、多分車の中に、どこかの車の中に入ってたらしい、入ってたんじゃないかなと思います。沼津から来られたって言ってましたよね。まあ、本当ですね、ルックスからしてですね、体がシャープで、締まってて、自転車に、自転車でそうやって自転車が好きで、そういうことをやられてる方なんだろうなと思います。これもしかしたらですね、これかけ方が反対だったかもしれないですね。これじゃ落ちるだろうって思いますね。今みんな見て気づきました、我ながら気づきましたけれども、前側から、このサドルの前側からかけると落っこっちゃいそうになったのかな、わかんないですけど、これ盗まれたら大変だってことで、ヘッドライトを外してますね。まあ、これヘッドライトって言っても100円ショップのライトなんですけど、100円ショップの普通の懐中電灯ですよね、 LED ライト、それをつけるようにしています。まあ、これ外していこうと思って外しました。あ、いますね、こんにちはかなんか言ってますね。そして離れたら、離れていって、かけたぞって思っていって、たら、あの方がですね、今の方がですね、落っこちましたよって教えてきてくれました。いい人でしたね。まあ教えに行くかな、自分でも。もし逆の立場だったら、そうは思いますね。いいぞ、やっと来たぞと思うね、猫ハゲの動画撮らなきゃって思って歩いて行っているんですけれども。この辺でですね、この辺でかな、なんか声かけられて、落っこちましたよって教えに来てくれましたね。すごいありがたかったですね。いやー、助かりましたよね、教えに来ていただいて。こういう人もいるんだと思って、思いました。あらあら、結構な惨事になってますね。やっぱ倒れるとですね、この安い自分のこの、クエロもですね、すごいショックですね。帰りにですね、乗ってくときにですね、まあどっか傷ついたかなっていうのは思いましたけれども、まあ乗ってけるんでそれは大丈夫でしたね。大丈夫だったんですけど、ハンドルのところがですね、ちょっと曲がりましたね。曲がっちゃって、これまたハンドルを買い替えたりするの嫌だなと思いましたね。嫌なんで、このハンドル使っていこうって、思いました。まあいいかと、こういうこともあって、成長するっていうか体勢がつくんだって思いました。そして今これからですね、これからこの中に入っていってスターバックスに向かいます。最後まで、ご覧いただけたらありがたいです。最後にですね、天竜浜名湖鉄道線が出てくるんで、列車が出てくるんです。このところ列車を撮ってるんで、鉄道が好きな方、天竜浜名湖鉄道に興味がある方は、そちらを見ていただければなと思います。にゃ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 。やっと来たぞにゃ、目的地の浜名湖サービス、浜名湖インターサービスエリアにゃ。だから、スターバックスでコーヒーを飲むぞにゃ。親切な人に自転車が倒れてることを教えてもらったにゃ。あそこにかけるのは失敗だったにゃ。ショックにゃ。サービスエリアに来たにゃ。行ってみるぞにゃ。アイスクリーム食べとるぞにゃ。持っとるぞにゃ、アイスクリーム。にゃ。なんか楽しい風景になっとるぞにゃ。なんか買わなきゃいけないって感じだね、なっちゃうにゃ。来たぞ、スターバックス。キャラメル巻きアートもらったにゃ。キャラメル巻きアートにゃ。スターバックス470円だったのかな、496円、ちょうど500円で4円お釣りがあるはずなんやけど、お釣りはあるはずなんやけど、お釣りはええぞと、なんちゅう太っ腹にゃ俺は。ということで、今からいただくにょ。ちょっとテーブルが汚いのが残念にょ。拭いとけにょ。拭いとけにゃって言うと、あんまり上から物を言うなとか言われるんで、拭いといて、にょーって言ってこう。にょー。いただくぞ、にゃー。にゃにゃ。スターバックスのストローは、
髪のストローにゃ。こんな模様になってるにゃ。お前らニートのお前らに見せつけて飲んでやるにゃ。めちゃくちゃ甘いにゃ。あんまりやっぱり俺も着慣れてないんで、どのメニューにするかメニューの選択には悩んだにゃ。キャラメルマキアートなので、もういいとこマキマキとか歌ってしまいながら飲むにゃ。甘くてコーヒーっぽいっていうか、甘くてキャラメルっぽいっていうか、こんな感じにゃ。ここまで来た疲れが飛ぶにゃ。まあ、そことこ人はいるにゃん。ほう、東京、東京方面にゃ。あ、飲んだし帰るかにゃ。見たかにゃ、お前らにゃ。なかなか来れんだろうにゃ、スターバックスなんか。スターバックステラス席、よかったにゃ。ゴミを片付けて帰るにゃ。終わったぞにゃ、食べ終わったぞにゃ。ごめんなつってなんだにゃ。今日も帰るにゃ。なんか美味しかったにゃ、キャラメルマキアート。久々に美味しいものを飲んだっていう感じにゃ。さっき引っ転んだったって教えてくれたからにゃ。大丈夫かにゃ、この自転車帰るとにゃ。これであとは帰って行くのみにゃ。なかなかいいツーリングにもなったにゃ。美味しかったにゃ、キャラメルマキアート。この動画ちょっとでもいいなって思ってくれたら、みんなグッドボタンを押してチャンネル登録もしてくれにゃ。頼むぞにゃ、頑張っとるぞにゃ。ほなまた、ほなまたです。もう足りますか。それではまた皆さん、チャンネルのぶみおはらさんでいろんな動画、次の動画でお会いいたしましょうとか言ってみたいと思わんかもしれんにゃ。次の動画ではもう一回見にゃ。それでは皆さん、チャンネルのボフィオハルさんのいろんな動画見てやってくださいにゃ。俺もまた出てくると思うにゃ。にゃ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 。なんと踏切が降りていくにゃ。天竜浜名湖鉄道の到着にゃ。天竜浜名湖鉄道の列車を見しのぎながら皆さんとお別れするにゃ。どっちから来るのかねよ。なかなか来んぞにゃ。あそこに止まった。今駅に止まって、今あそこの千畑かな、千畑の駅に止まっているところにゃ。わかるかねよ。なんと鉄オタの皆さんにも優しいこのチャンネルのぶみおはらさん、この猫ハゲ動画にゃ、なかなか発車しんにゃ。あ、動いたにゃ。発車したにゃ。ここを通るぞにゃ。みんなで見て手を振ってくれにゃ。出てきた出てきた。なんかすごいゆっくり走ってる。にゃ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 。すんごくゆっくりやってきたにゃ。それでは皆さん、バイバイにゃ。にゃ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 。